残念なお知らせです。今何時わかんない。2時33分。2時33分、クロケンパパ先に寝てしまった後、マモシさんがちょっと深夜よお風呂に入っている間にですね、ブランケットの上でおしっこをしてしまったようです。あんまりふかふかしてなかったはずなんだけどね。そうですか。大ポンちゃんの大好きな赤いチェックのブランケット引いてあったから引きたと思ったんだけどね。ポンちゃん、ポンちゃん、布団が、あ、でもそうか、中はふかふかだったのか。要はふかふかの布団にブランケット。そうなんだけど、あの毛布がそんなにふかふかなやつじゃない、普通のやつ多分、あの、厚みはなかったはずなのね。このほら、これ引いて、これ、このオレンジの引いて、オレンジのかけて、これあの白いお布団をかけるとなんかふわってするんだけど、まあ、2つなかったかな。クロケンがですね、遊ばせられなかったっていう感じですかね。寝る前にちょっと遊ばせたりしないといけないんですけど、寝てしまいました。失礼しました。ポンちゃん、ポンちゃん、ぼっちゃん、お休み中ですけれども、昨日の夜中は、クロケンが寝てしまったせいだね。ごめんね、君に、おしっこをさせてしまったってことでね。一つ、やっぱり考えられるのは、ずっとですね、クロケンは早く寝ちゃう、もうどうしようもなく寝ちゃうんですけれども、マオイママさんが2時とかまでね、なんだったら3時ぐらいまで遊ばせたり、心のケアといえばそういうことでしょうか。ちょっと楽しませてですね、というのを毎日繰り返していました。で、昨日の夜中はですね、ちょっとお風呂に入るタイミングを逃してしまって、深夜に、マオイママさんがお風呂に入っている間、本当はクロケンがずっと遊ばせたりしてなきゃいけなかったですね。それをうっかり、まあここのところちょっと気が抜けていたというところもあります。寝てしまいました。そこで、マオイさんのお気に入りのブランケットですね、まあマオイさんのというよりはポンちゃんがお気に入りで、よくその上で寝るのでね、それがかかっていれば大丈夫だろうと思っていたんですけれども、その上でしてしまいました。匂いがあまり強くなかったので、あのおしっこじゃないかもと思っていたんですけれども、今日になってですね、ちょっと乾き始めた
ところで匂いを嗅いでみたらやっぱおしっこかな。量はすごく少ないんですけどね。ということで今日は布団を洗いに行くそうです。ちょっとね今日土曜日でクロケンは長時間の、生放送がありますんでちょっと付き合えないかなと思っているんですけれども、考えましょう。まあ、まずはお風呂を深夜に入らなくてもいいようなスケジュールを組みます。その後どうしても深夜ね、クロケンが、一人で相手をしなきゃいけないときは、死んでも寝ないとちゃんと起きとくということですね。すいませんでした、おんちゃん。ね、君の不名誉になってしまうもんね。はい、コインランドリー撮影は2度目ですけど、これで4杯目ぐらいかな。本当ですね。そうだよね、私ね。で、最後だよね、食洗い選んだし、いいよね。はい、乾燥機を待っている間、イタリアンのレストランです。美しくなくなってから撮ってたよ。これもちょっと食っちゃって綺麗な丸い時に撮ったらよかったのに、はい、今到着しました。残り4分ですね。終了。息を出してね、息を出して、コーヒーのシミはどうしたかな。取れたかな。うん、取れてるじゃん。取れてない。まだちょっとありますね。薄くはなったね。乾いてる。そうね、今日は曇りだね。日は見えないな。はい、今日のお洗濯終わりです。ただいま、ポンちゃん。はい、あくび。ポンちゃん、お布団きれいになりました。これでもうポンちゃんがやったおしっこは忘れられますよ。さあ、また一からのスタートですからね。また記録更新していきましょう。はい、ファイトファイトファイト。何っていう感じでね。ジャン君、おいで。はい、おいで。はい、よく来ました。
ポンちゃんとよくミーティングを重ねておしっこしないようにしてください。ジャン君お兄さんですからね。よろしくお願いします。